家庭用の生ごみの削減を目的に鹿嶋市の小学生が段ボール箱を利用した生ごみ処理容器段ボールコンポスト作りに挑戦しました。この取り組みは鹿嶋市の古枝小学校が総合的学習の一環として行っているもので、今日は4年生およそ30人が参加しました。児童たちは段ボールにガムテープを貼って箱を組み立て、水をかけた落ち葉と米ぬかを混ぜ合わせたものを箱に入れていきました。ここに生ごみを入れると堆肥ができます。段ボールは通気性がよく、生ごみの水分を逃がしたり発酵に必要な空気を通すのに適しているということです。難しかったところもあったけど、たくさん混ぜたりできて、あれ楽しかったです。児童たちは明日から家庭から出た生ごみを持参し、今日作った段ボールコンポストに入れて堆肥を作るということです。1ヶ月ほどで堆肥ができ、学校の菜園などで活用する予定です。